山陽鉄道735950型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍した天打式蒸気機,機関車である。元は、山陽鉄道が1898年に、アメリカのロジャーズ社で11両を製造した、車軸配置4から4から0、二気筒端式の飽和式天打機関車である。山陽鉄道での形式は13型。 番号は71から81であった。1906年、採用鉄道は国有化されたが、しばらくは、採用鉄道時代の形式番号で使用された。その後、1909年には、鉄道員の車両形式称号規定が制定され、本形式は5950型に改められた。採用鉄道が、急行列車県引用として、本格的に導入したのが本形式で、 直径1 5 2 4ト、mm、ルの動輪を持つ。携帯は典型的なアメリカ古典機スタイルで、ボイラーはワゴントップ型で、第一感動に、砂箱、第三感動上に、蒸気ドーム、加湿上に台座付きの安全弁を設けている。同時期に製造された14型と淡水車は同一で、系列設計となっている。また、同時期にボールドウィン車で製造された12型とは、 細部の寸法は異なるものの、ほぼ同型同題である。配属は山陽本線で、大正中期から総武本線、房総線に転属した。配車は前車1922年である。ありがとうございます。